匠、どうしたのですか、こんな夜更けに。弓の稽古をしたんだってね。あいつ、カムイと。まあ、龍馬たちから聞いたのですか。気にかけてくれるなんて優しいのですね。匠にも声をかけようと思ったのですが、姿が見えなかったので、ごめんなさい。別にいいよ。今日はいろいろ忙しかったし。それで、カムイの腕前はどうだった。素晴らしかったですよ。鍛錬を積めば、もっと良くなるでしょうね。へえ、そうなんだ。なら次は、これで稽古したらどう？カムイが帰ってきたからね。この風神球は返してあげる。あ、返すって。とぼけるなよ。どうせこれはカムイに継承させたかったんだろう。本当なら白夜の第二王子はあいつだった。この弓を持つのは僕じゃなくてもよかったんだ。でもね、僕はあいつの代わりなんかじゃない！匠、お待ちなさい！龍馬様、なぜこんなに城の近くに怪物どもが。それを考えるのは後回しだ。とりあえずこのままでは町は朝までに奴らであふれかえるだろう。そうなる前に蹴散らすぞ。は、仰せの通りに。待って、龍馬兄さん。うん、カムイ、アクア、僕たちも加勢させて。嫌な予感がしたのよ。そしたらこんなことに。力になるわ。頼もしい。恩に切る。想像以上の数だ。気を抜くなよ。俺は正面を突く。才蔵、お前は右に回れ。はっ。いざ参る。奥義。怪物どもめ、好きにはさせん。五代目才蔵、参る。てや。カムイ、私たちも。うん。ショーの時間よ。加勢するよ。はっ。よし、うまくいったね。当然だわ。はっ。甘いな、風邪ちえ。いい動きだ。だがまだまだいるぞ、立ち向かえ。こんなところか。そのようです。みんな、よくやってくれた。礼を言うぞ。龍馬兄さん、一ついいかな。なんだ。奴らはいつもこんなに城の近くまで来るの？いいえ、来ないわ。白夜王国は巫女女王の結界で守られているから。意志のない化け物が侵入してくることはあるけれど、ここまで王城の近くに来ることはできないはず。じゃあどうして今夜は。一つ言えるとしたら、巫女女王の結界が弱まってるってこと。え、同感だ。嫌な予感がする。勘違いで済んでくれればいいが。